習慣化していくことによってね、やっぱり自分の心が磨かれるっていうこともあると思います。おはようございます。関野康弘です。今日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、長田博さんの名言で、習慣の一番の特質というのは、それが不分立であるということです。習慣というのは、明文化された、定められたものではありません。コモンセンス、コモンロー同様、もっと漠然とした、なかなか言葉にできないような曖昧なもの、曖昧だけれども、自分には、しかと感じられる自分を支えるもの、他人と共有されるあるものですということでですね、長田博さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。長田博さんは、日本の詩人、児童文学作家、文芸評論家、翻訳家、随筆家ということでですね、習慣にしていることってありますでしょうか？まあもちろんね、本当に不分立、明文化できないこといっぱいあると思いますよね。まあ例えば、身近なところで言うと、歯磨き。なんか、何も言われなくてもやってるじゃないですか、歯磨き。まあ、しない人もいるのかな。歯磨きとか、朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん、ご飯食べることだとか。すごくもう、習慣化になってることってたくさんあると思うんですよね。掃除するだとか。もう私だと運動するとか、1時間勉強するっていうことがすごく、ね、今習慣化になってるんですけれども、本当にね、不分立。誰かに定義されたことでもなくね、誰かにやらされてることでもなく、自分でやってることなんですよ。すごく自分でね、やってて、気持ちいいなと思うことですし、他人から見たらバカだなと思われるようなことかもしれませんけれども、それでもね、一生懸命やっていったら、いろんなことがありますし、習慣化していくことによってね、やっぱり自分の心が磨かれるっていうこともあると思います。うん、この1年間ね、本当にその習慣化と言いましょうか、勉強を習慣化したりだとか、朝運動することを習慣化することによってですね、すごく体は心身のバランスですよね、すごく良くなったなぁと思っております。去年の今頃ね、本当に心が病みそうな気持ちになってまして、今こんなんですけれども、本当は YouTube で撮れるようなレベルでもありませんでした。でも1年経ったらね、まあコロナ禍で本当にね、落ち込みそうだったところをもう1年経って、うん、普段の習慣化によってですね、うん、もう3度目の緊急事態宣言ですけれども、もう全く動じることもなく、初めの時はね、どうしようか、ああしようかってすごく悩んでですね、自分でもうまくいかなくて非常に落ち込んだんですけれども、毎日の習慣化によってやっぱり心身ともに鍛えられると、仕事もきちんとできるようになりましたし、すごく良くなったな。心の面ではすごく成長した一年です。習慣化ね、できるようなことは、まあ私、その、心がね、弱いので、ノートに書いて、そして日記も書いてっていうことをやってるんですけれども、すごくそこがね、良かったと思います。この一年間、やって心が鍛えられたなと思っています。習慣化できることね、ノートに書いていったりとかしていけば、すごく、心が、メンタル弱い人って結構多いので、やっていけばいいかなと思っています。まあ私の場合はですけれども、うまくいきましたので、おすすめします。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。